こんにちは、ブルーホースです。今日はいい褒め方と悪い褒め方っていうのをお話ししていこうというふうに思います。褒め方の話に関しては何度かこのチャンネルでもお話をしたことがあるんですけれども、まあいろんな角度でね、今日は仕事に関してになるんですけれども、まあ親子関係でも使えるような褒め方をご紹介いたしますんで、ぜひ転用していただけたらいいかなというふうに思います。で、褒めるのは良くないみたいな話って最近だんだん浮上してきてるんですけど、それってなんでかっていうと、褒めにもいろんな角度があるからなんですよね。ただ闇雲に褒めればいいっていうと、そういうわけじゃないんですよ。逆に褒め方をミスってしまうと、それ以上その褒められた子供とか部下とか後輩とかっていうのが頑張らなくなってしまう、で結果つけが来るっていうような残念なスパイラルに陥っていくっていう話もありますんで、褒め方注意しましょうっていうのが今日のお話です。で、子供とか、まあ、部下のやる気を高めていくために褒めて伸ばそうっていう話はあるんですけど、褒めて伸ばすっていうのは果たして正しいのっていう話を、今日はこのキャロル・S・ドウェックさんっていうね人が解き明かしてくれます。で、これは30年の研究において、キャロル・S・ドウェックさんがですね、人間の達成動機とか人間関係とかメンタルっていうものをあらゆる分野から著書としてまとめたものがありますので、それを紹介していくと、褒めるにはその中身を掘り下げていくと、いい褒め方と悪い褒め方があるということなんですね。で、事例としては、まあ、1年目の営業マンの A さんがいますと。で、新人として頑張っているんですけど、同期が確か8人か9人とかいるんですよ。その中で7番目、まあ結構下位ですよね。で、ようやく初受注を通ることができましたと。で、なかなか受注が取れない、イライラする時期っていうのもあったんですが、まあ、ようやく受注ができたっていうことで、今もう結構ホッとしてるんですね。さて、こんな時、あなたが上司、この新人 A さんの上司だったとしたら、どんな言葉をかけるのがいいでしょうかっていうことなんですね。で、何かっていうと、一つ目は、A さん、初受注おめでとう、これからもどんどん受注してくれ、期待してるぞ、という褒め方。二つ目は、佐藤さんになってる。なんで佐藤さん？ A さんだね。A さん、初受注おめでとう、君には才能があると思っていたよ、絶対受注を取ってくれると思ってた、これからも期待してるぞ、という褒め方。で、三つ目は、A さん、初受注おめでとう、努力した結果が実ったね、これからも頑張ろう、期待しているぞ。まあ、締めは全部期待しているぞっていうことなんですが、さて、果たして、いい褒め方、悪い褒め方、どうですかね、皆さん。Thinking time! 3秒あげます。3、2、1。はい。で、クシによると、一つ目と二つ目に関してがダメな褒め方っていうことなんですね。なんでダメなのかっていうと、一つ目は、成果に対して期待していることになるんで、裏を返せば、もう成果が上がらないやつには期待しない。っていうことになるんですね。だから成長のためには継続的な努力と長い時間が必要なんですが、目先の成果を追わせるような褒め方をしてしまうと、長期のモチベーションっていうのは下げることになるんですよね。よくあるのが、例えばお子さんとかがね、テストで100点とかね、90点とかっていう高得点を叩き出した時に、ああ次も高い点数期待してるからね、とか100点取ってきてねっていう風に言ってしまうと、なんか100点を取ることがなんか目的になってしまって、本当はその100点を取る中で身につく学力とか考え方っていうものが大事なのに、そっちじゃなくって100点っていう結果だけが気になっちゃうっていうことで、結果なんかなんて言うんでしょうね、親の言いなりにしかならないような子供が育っちゃうっていうような感じになっちゃうということなんですね。それから続いて二つ目の褒め方、なんでダメなのっていうと、才能を褒めてるんですね。才能を褒められた人っていうのは、いかに努力をしないで結果を出すかっていうサボり方を探すようになってってしまうんですよ。だから自分には才能があるから、何かうまくいかなかったら才能がないだけなんだ、自分頑張る頑張らないで関係ない、もう才能がないからもうなんかやんぺーみたいになっちゃうっていうことなんですね。それから三つ目、これがいい褒め方なんですが、成果でもなく、才能でもなく、努力を褒めるんですね。努力を期待することで、どうやったら成果を出すことができるのかっていうと、それはプロセスを大切にすることだっていうマインドが身につくわけなんですね。だから成長するためには、こういうプロセスを辿らなくちゃいけないとか、頑張らなくちゃいけないっていう、いい健全な競争プロセスっていうのが下地として出来上がっていくっていうことなんですね。で、こういったお話っていうのを、まあ、ドウェックがまとめていくと、こんな感じになっていきます。努力することで人は何の分野において成長す、何の分野においても成長することが可能ですよということですね。で、ビジネスにおいては才能とか頭の良さっていうものに差は存在しなくって、結局は
全員が何もほぼほぼ知識がない状態とか経験がない状態で入ってくるんで、差は主な努力量によるということなんですね。だから努力して成果をきちっと叩き出そうという、そういったマインドを育てることが大切ですっていうことなんですね。だからこれが、このマインドが育つかどうかっていうのも、その才能とか、それから成果に対しての期待を込めた褒め方をしてしまうのか、あるいは頑張った過程、努力、プロセスっていうものが大事なんだ、よくやったっていうふうに褒めるのかって、この褒め方によってそのマインドが身につくかどうかっていうのは変わってくるわけですので、まあ、上司として部下を抱えてらっしゃる方ですとか、それからお子さんがいるような方々に関しては才能とか、それから結果成果ではなくって、しっかりと努力頑張ったことっていうのを褒めるっていうのを心がけていただけたらというふうに思います。ということで、本日はいい褒め方、悪い褒め方というお話をしてまいりました。では次回お会いしましょう。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。